あ、リュートさん、マジでリュートさん、やっぱ走ってきてるんですね。あ、すごいですね。最後、え、最後ね、試合前最後ですね、はい、ありがとうございます、すいません。すごいですね、リュートさん。しかもなんか足が重りついてんじゃないですか。今日下を重りつけてきた。何キロですかそれ。1キロ1キロなんだよ、2キロ。すげえな。大体何キロ走ってきたんですか。あ、2.5 です。すげえな。家から 2.5 って言ってたんで。おはようございます。おはようございます。やっぱちょっと遅刻っすね。体重の方どうですか。もう試合3日前。3日前ですか、うん、あ、2日前。体重測ったんです昨日。持ってなかったんで昨日買ったんですよ。うん、それ測った。え、体重計昨日までなかったんですか。どうやって管理してたんだよ。体温計もないんですよ家に。どうやって管理してたんですか。もう買わなきゃと思って買ったら58キロでした。ああ、え、で試合体重が60キロです。60、あ、もう全然余裕っすね。じゃあもうちょっとそれ食べていいっすね。はい、あ、ありがとうございます。疲れてる、肩ちょっとほら痛くしちゃって。小太郎くんのお母さんがこれ、ああ、湿布貼ってくれたんだ。そうなんですね。ありがとうございます。で今日はもうじゃあ調整みたいな感じですか。あ、どうなんですかね。これ里見、あのコーチ次第ですね。コーチこれ作ったんです初めて。あ、マスピーさん試合用の、はい、おー、はい、いいですね白で。はい、だから今日一日これつけて慣れておかなきゃ、うん、ガンガッキング。リュートさんやっぱあれですね、やっぱ顔に似合わずなんかキャラクターがめちゃくちゃなんか、ちょっとなんか愛される、愛されるキャラって。タトゥーとか。あ、分かりました。一回一回すいません。あ、こっちは大丈夫ですか。リュートさん的に NG だったり。あ、俺は大丈夫。あ、じゃあ大丈夫です。適切ですか。こんな、いや全然大丈夫ですよ。ずっとマウスピース入って喋ってるし。リュートさんもうあれ練習始まるんで早く着替えてもらっていいですか。はい。リクト君、はい、もうあの今回試合出るんでね、一緒にね。はい、一緒に出ます。ラストも飾ってくれます。あ、そうなの。はい、もうだからマウスピース入っていくから何喋ってか分かんないですよ。いや、今思ったらなんかラッスンゴレライって今言ってたでしょ。何言ってんのかなと思っていきなりラッスンゴレライって言うからな。全然今日初めてつけたんで、あの今リクト君の番なんでちょっと静かにしまっていいですか。今ちょっと今ちょっと喋ってたんで。頑張ってくださいね、試合ね。はい、下がって打つ。あ、下がって、あ、下がったらダメでしたっけ。いや、下がっても下がらせられてるはダメですけど、下がってるはいい。自ら下がるならいいですか。そうです。こういうのはもう下がらせられてるならダメですけど、だから来た時に下がって回っちゃう。それか下がって前に出るか。一回入ってきて下がって攻撃とかはいい。しっかりガードにして、蹴ってガードして、ストレートと。はい。左なんで、絶対当たるんで。ストレート。ストレート。ストレート。リズムさん、なんか肩痛そうでしたけど、どうしたんですか。ちょっと外れかけたんですよ。右肩？はい。な、何でやったの？あの、リクト君とはあのスパイリング、あ、練習、練習の時やってて、あ、時前蹴りされて、うん、こうなったら振動で、あ、外れかけちゃった、グイーンってなって、
もともと打球癖あるんですよ。ああ、そうなんですね。だからいつかなるなと思ったんですけど、もしかし試合の時に打球するかもしれないとか思って、あんま気をつけながらこう力入れてやってたんですけど、前蹴り抜きて、はいはいはい、全然まさか前蹴りで打球仕掛けるとは思わなかったんで。あ、子供たちが多分出ると。あ、そうなんですか。ルートさん何し サボってんの。今一個。そうやってマスやりたくないからって逃げて。今これ一個忘れちゃったんですよ。自分試合なんだってエルト君にそんな言って。エルト君だって試合ですもんね。試合です。ね。頑張ってくださいね。11月喋ってんだから今エルト君が11月16日ですよね。はい。試合です。はい、頑張ってください。応援お願いします。用意スタート。今1分半でしたっけ。いや、1分。あ、今1分でしたっけ。だから上手が早いなと思って。1分です。あ、そうなんですか。初めての試合前。はい、あのやる気に満ち溢れてます。おー、いいですね。はい。緊張とかどうですか。いや、最初したんですけど、今はそんなしてないですね。なんかもう何より楽しもうと思ってます。はい。楽しむためにやってるんで、緊張とか押しつぶされたら何の意味もないと思ったんで。いいですね。気づいたんで。いや、でも本当真面目にやりますけど。むち当たり前ですけど。あんまり緊張に押しつぶされて楽しめなくならないようにしようっていうのがテーマですね。はいはい。すぐそぐなりがちなんで、うん、低い声でこの怖い顔でこう言ったら超怖いと思うんで、一回ちょっとそう言いました。はい、やってやるぞ。優しいんだな。優しい。そうなんですか。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はしゃぐよ翔助、大好きなのは松尾ファイトチャンネル。